この先を抜ければゼビオンはすぐそこ。あと少しだ。もうすぐね。ゼビオの伝承の塔には一度行ってみたいと思っていたの。伝承の塔か。あれだけ高いんだ。てっぺんまで登るには何日もかかっちゃうんだろうな。まさか普通に登るつもりなの？よし。どうしたの？何かが近づいてくる。森の中からだ。知らないがちょうど良いところへ来てくれました。ちょっと面倒なことになってしまいまして。面倒なこと？確かに面倒な奴らに目をつけられちまったね。いやはやそのようで。まこうなったら仕方ないな。付き合うぜおっさん。あんたも運が悪いね。いやはや運の良さには自信があったんですかね。運の良し悪しは関係ないさ。俺たちが一緒に戦うんだからな。なんと頼もしい。期待しておりますぞ。根性を見せろ。これでもう大丈夫だぜ。いやはや助かりました。なんとお礼を言えばよいやら。礼を言うにはちょいと早いみたいだよ。近くにまだ敵の気配があるからね。あ、本当だ。茂みのあたりから何か聞こえるわ。覚悟しなさい。
よし、一丁上がりだな。なんとか片付いたわね。いやはや皆さんのおかげです。私一人では一体どうなっていたことか。ところでおっさん、一体何者だ。随分と大荷物みたいだけど。おっと、これは名乗りもせず失礼しました。私はトルネコ、エンドールから来たしがない武器屋です。エンドール、そんな名前の町あったかね。私も聞いたことがないわ。やはりご存じないか。しかしこれではっきりしました。どうやら私は伝説の武器を探して冒険するうち別の世界に迷い込んでしまったようなのです。別の世界ってここのこと？それじゃああなたはこことは違う世界から来たってことなの？そうとしか考えられません。こう見えて私は大の冒険好きでして、世界の地理にはそれなりに詳しいのですが、この辺りの土地には全く見覚えがないのです。それで不安になって帰り道を探しているうちにあの連中に絡まれてしまったというわけで。なるほどな、それで追いかけられてたってことか。それにしてもどうやったら別の世界へ行くことができるのかしら。元の世界への帰り道もわからないんでしょ。はい、トルネコだったね。とりあえず私たちと一緒にゼビオンって国へ行かないか。ゼビオンの王は物知りな方だ。もしかしたら元の世界へ帰る方法をご存知かもしれない。それにゼビオンには世界中からいろんな品物が集まってくる。お目当ての武器も見つかるかもしれないよ。おお、そうだな、そうしろよ。おっさん。うむ、おじさんよ、共に来るがいい。ちょっと、おっさんじゃなくてトルネコさんよ。それに来るがいいだなんて失礼でしょ。一緒に行きましょう。こっちの世界のことは全然わからないんでしょ。ほほほほほ、なんとありがたい。あなた方のような強い人とご一緒できるなんて本当にラッキーですよ。それではお言葉に甘えてしばらくの間よろしくお願いいたします。